124日目のドラム練習です。おはようございます。今日はですね、左足を常に踏むっていう練習をしようと思います。以前の動画でハイハットのこのオープンクローズと、かかとを踏むことを話したんですけども、それをいつでも入れれるところは全部入れるようにって花椒さんから言われたんですね。バックビートの時は、2拍4拍目に入れるっていう風に言われまして、まあ、いつもやってるデイリートレーニングでこうパカタン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 の時とかは、頭に支部で入れる感じですね。パカタン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 ドン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 で、ツッタンツッタンの時とかはスネアと一緒に入れる感じです。この左足を入れる理由なんですけども、まあ、右足でバスは踏んでるんですけど、正確にこの拍を取っていくために手だけじゃ足りないらしいんですよね。体でこうちゃんとリズムを取れてるっていうことが大事みたいで、でそれをするのにこの左足で踏むっていうのは大事になってくるらしいんですね。オープンクローズで踏むと、まあ、このハイハットの音が入るので、まあ、それも曲中で使ったりすると思うんですけど、ハイハット入れたくない時はまあ左足のかかとを使ってこう拍を取っておくと、よりこの正確さが上がるんだそうです。で、入れれるところは全部入れるようにって言われまして、でまだ入れるのに慣れてないんで、今日はちょっと入れてみていろいろ練習してみようかと思います。じゃあまずデイリートレーニングから、じゃあちょっと角度下げて左足移るようにしますね。じゃあ行きます。頭にかかと踏むけど、バスのアクセントを動かすときが難しいですね。すごく難しい。はい、というわけで124日目のドラム練習でした。あまりにも難しくてですね、これはちょっと動画として形にならないと思ってここで打ち切りました。その後も練習したんですけども、ひたすら難しかったです。で、こういうのってやっぱり慣れたらできる系っぽいので、これからずっと練習の時はずっと踏むように言われてるので、まあ少しずつ慣れていくかなと思います。で、まあこれができることによってすごい正確に拍を取れるようになったりするらしいので、まだちょっとこれできないなっていう方はぜひやってみてください。まあでも僕やってみて思ったんですけど、これとにかく難しいので、4本が本当にバラバラに動くような気持ちになります。多分ドラム初心者の方がまあすぐにできるような技じゃないんだろうなって感じたので、ぜひゆっくりのテンポから時間をかけてやってみてください。僕も時間をかけてやっていきます。一緒に頑張りましょう。では今日も見ていただいてありがとうございました。明日もまたよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。